幕末連歌下流剣士伝。はい、幕末連歌下流剣士伝続きからやっていきたいと思います。前回はですね、梅ちゃんが出てきてうわーってなって終わったところでしたね。今回ね、私が気になってるメンツは出てくるのかっていう。おお、まっことにぎやかじゃの。これから宴会かい。あ、斉谷さん、また来客が。いいのよ、梅ちゃんだから。ウェルカム斉谷さん。さあさ、こちらへどうぞ。こんなむさ苦しいとこで申し訳ないですけど、すぐに茶か酒を用意させますんで。ああ、悪いの。うつ、何様だ。梅も勝手にくつろいでんじゃねえ。かの聖徳太子曰く、和をもって尊しとなす。皆さん見習おうではありませんか。あんたは帰りなさい、もう。一丁足もん飲もうかの。なんだかもうめちゃくちゃに。そうね、うるさいわね、あんたたち。ちょっと静かにしておくれ。お、何一生なんと、富谷呼んでたでしょうが。また新選組が人を増やしたの。これから先まだまだ増えるかもしれん。でも今どの段階だ。大石入ってきたタイミングでしょ。待って、そろそろ、じゃあ待って、大石とか入ってきたってことはさ、早々に山並さんリタイアしないか、これこのままだと。次はどんな男が入ってくるか楽しみぜよ。やだな、男とは限らないのでは。確か新選組には女性大使が一人いましたよね。梅ちゃん結ばれるんだもんな。おお、鈴鹿さんか。ありゃあ、まっこといいおなごぜよ。あのデフォルトネーム鈴鹿さんっていうのね、あの人。斉谷さんが新選組の女大使に惚れてるという噂、どうやら本当みたい。真実よ。それが真実。ああ、これこのタイプなんだね。同じだ。いや待って、あーでもな、ちょっと違うのよ。こう行きたいんやけどね、この辺行きたいんだけど、ちょっと今気になってるメンズが別にいるので、ちょっと一旦ちょっと梅ちゃんでお茶濁して。梅ちゃん、斉谷さんは桜庭鈴鹿さんという方をとても気に入られているのですね。ああ、プリプリ心底メロメロじゃき。どこか気に入ったのですか。もう全部じゃ全部。あれほどフィーリングが合う女子は他におらん。でもこれ考え方よ。新選組やってる時、ナノユータちゃんの目線からすれば、こんなね、よそでもこんな風に言ってくれるなんて、もういい男よね。そうですか、フィーリング大事よね。フィーリング、長州征伐の軍が大阪を立ったらしいぜ。ほんほん、ここぞとばかりに長州を叩きにかかってやがるな。いや、咲彦気になるけどね。このゲームオープニング咲彦なんだよね。咲彦っていうか、まあマモというか。言い方あれだけど、新選組の時の歌と比べるとすごいクオリティが高くて。本当に、いや、この子結構気になってるよ。気にはなってる。いや、まなみさん、だって喋れる機会がもうあんまりなさそうなんだもんね。今のうちに喋っとかなきゃ。香取君はここにいるかい。いるのかしら。向こうにいますけど、帰られましたとか感じ悪いよね。先ほど帰られました。いや、いないならいいんだ。それでは邪魔したね。ごめん、もっとなんか喋る。新選組何かあったのかな。もっと話したかったですよね。幕府の軍艦奉行だった勝海舟が免職されちまったそうだな。辰巳君、誰からそのことを。ああ、梅の野郎だよ。かつて野郎は梅の師匠みたいな存在らしいからな。梅の師匠。なるほどな。
ょっと待って。ねえ、待って。問題児がいるの。これ。待って、めっちゃ問題児じゃん。どうする?しかもさ、みんなさ、美術強くなってるじゃん。なんであんたは美術変わってないの?はい。喋らざるを得ない。こちらの道場に、先彦なる武術の才を持つ男子がいると聞いてまいったのだ。あんたダメよ、先彦に手出しちゃ。ダメダメ。その先彦くんは、いずこであるか?ちょっとこの口角上がってる感じが不気味。新選組の方ですか?いかにも。我こそは新選組局長、近藤勇殿の右腕、武田観流祭なるぞ。右腕だった時期がなさすぎると思うのよね。先彦君にどういったご用があったのでしょう。いや、本人がおらぬならまた来るまで。それでは失礼。絶対先彦の美女が可愛いからっていう理由で来たでしょ。あんたそのまま言いなさい。やだ、本当。長州の宿老越後切腹か。禁門の変の責任を取らされた格好だが、今後長州の反論がどうなるものか見ものではあるな。うわ、誰か一人絶対あれなんだ。うわ、どうしよう。どっちかだな、私が好きなのは。でもこの人ちょっと今のところなんか全然何が何だか分かんないから、ちょっと喋るかね。どうしたんですか?いや、三味線の音色に聞き入っていたのだ。目開けると割とありですね。眠っているのかと思いました。感じ悪い。この音色は絹尾さんの三味線。伊織さんは部屋におられるようだ。取り継ぎしましょうか。あ、頼む。ね、やだ、何今の家今のは家ですか。びっくりしちゃった。富山君、これから君のことを相談に行く下流館は島原にある一風変わった町道場だ。その道場の主である伊織さんに君を新たな触覚として迎え入れてもらえぬか聞いてみよう。下流館は堅苦しくない雰囲気のところだし、引き受けてくれればこれほどありがたい話はない。あ、その館がつくときは下流館なのね。難しいわね、あんたたち。他藩と問題を起こした君のことを薩摩藩邸に置いておくことはできぬが。ん?富山くん?富山くんはどこへ?富山くんって誰?いつの間にやらはぐれてしまっていたようだな。目開いてないから。うん、仕方がないな。俺だけでも先に行って伊織さんに事情を話しておこう。富山君には下流館までの地図を渡してあることだし、そのうち道場に現れるだろう。さて、伊織さんへはどうやって切り出せばいいものやら。今日ここへ稽古に来てる人は島原の女性、どういうこと?場所柄といえばそれまでだけど、彼女の目的は間違いなく伊織さんだ。まあ、そうだよね。うん、今から稽古か?そのつもり。ヘイ、そこの坊やんがすまんが、火鉢か熱い茶を一杯もらえねえか。そうね、稽古しよう。体の芯から温まりますよ。ノーキリング、そんなバカらしいことできっかよ。そっか、梅ちゃんと待ち合わせじゃないのは確かに。なんでいるんだろうね。暇なんじゃないの。暇なんじゃないもしくは斉谷さん以外に友達がいなくてここ以外に行くところがないとか。おいおい、全部聞こえてるっつーの。ごめん、伊織さんはおられるか。中村さんがいらっしゃった。こんにちは、中村さん。今日も伊織さんと接見話ですか。いや、
今日は伊織さんに相談したいことがあって参ったのだ。伊織さんに相談したいことですか。咲彦君、伊織さんがどこにいたか知ってる？ちょっと前に道場にちらっと顔を出したっきり見てないな。私ではいけませんか？何私ではいけませんかって、どういうスタンスを探してきた方がよくない？私ではいけませんかって何？ちょっと待って、気になるな。私ではいけませんか？簡単な、いやダメだと思うよ。中村さん、今日は人事事の依頼なの？荒っぽいことでなければ俺も喜んで手を貸すよ。いや、気遣いはありがたいが、そういう話でもないのだ。ですよね。おいてめえら、俺に対する態度と落差がありすぎやしねえか。それはね、大人と子供の差よ。いや、わかんない、彼子供じゃないのかもしれないけど気のせい気のせい。今日は世間話でも珍仕事でもなく、花やぎ流宗家である伊織さんに相談したいことがあってきたのだが。そっか。じゃあどうしても伊織さんがいないと話になりませんね。私どうで探してきます。かたじけない。最初から探しに行けばよかったわね。お甲さん、伊織さんって今日はお出かけですか？伊織さんに頼みたいことがある。中村さんが道場に来られてるんですけど。さっきまでお父さんとお茶を飲んでたわよ。じゃあ先代の部屋ですね。あ、さっきお父さんが外へ出たみたいだから、今頃はもう部屋に戻ってるんじゃないかしら。なるほど、オッケー。あ、ちょっと待って、それなら私が呼んできてあげるわ。道場の方へ向かわせればいいのよね。すいませんもうしばらくお待ちください。ああ、わかった。なあ半次郎、伊織に相談したいって一体やつに何を相談する気なんだ？それは伊織さんがここへ来てから話す。俺も相談に乗ってやろうと思ったのによ。いや、ダメよ、子供じゃダメ、子供じゃ。人の行為を無駄にしやがってよく言うよ、暇つぶしがてら相談に乗られても迷惑なだけだってば。なんだと？あの、このムツに相談に乗ってもらえることがどれだけ。待たせてしまったな、中村さん。すごい待ったわ、私も、うん、何やら俺に相談があるそうだが、わざわざうちへ相談に来るなんてどんな難事だい？いや、その実は伊織さんにお願いしたいことがあって参ったのですあんたがそこまで固くなるとは、どうやら本当に厄介な相談みたいだな。ああ、ジュレッテ、もったいぶらずにさっさと話しやがれ。実は他藩の藩主と問題を起こし、我が藩を出なければならなくなった藩士が一人おりまして。ほう。その者、人柄はおおらかにして命には従順に従う忠義もあり、決して悪い人間ではござらぬ。なんでそんな人がでも問題を起こしたのかしら。ただ事故を主張することが一切ないため、あらぬ誤解を受けやすいものでして。ああ、なるほどね。自己主張しない男、そんな人間この世の中にいるのか。あなたは自己主張の塊だもんね。自分を基準に考えないでください。冷たくしすぎかな、ごめん。What？ それはどういう意味だよ。そりゃ自己主張の塊みたいな私と同じこと言ってる。なに、やっちまったなって。お前本当平気できついことを言うよな。そうかな、事実を言っただけよ、別に悪口を言ったわけじゃないもの、うん、でもその人実はものすごく我慢しているとか。私の身近にいる人たちは自己主張の激しい人が多いからピンとこないけど。その者は名を富山弥平と言い、武術にも長け、本来ならば我が藩としても手放したくはない人材。富山弥平って普通にいたよね。だがあのような問題を起こしてしまった以上、このまま我が藩には置いておけぬ。どんな問題なの？その男をうちに預けたい、それが中村さんの相談なのかな。まさしく。
おいおい半次郎、こんなボロ道場にこれ以上触覚を養う解消なんざあるかよ。ボロ道場とはひどいが、だが当たらずとも遠からずというところでね。うちにこれ以上触覚を増やすことは俺の一存では決められないのだ。宗家であるこの俺以下、触覚も皆隣の家具野郎の一室を間借りしている身だからな。その現状は承知してます。だがそこをなんとか。それはそうと、その富山君本人はここへ来ていないのかい？恥ずかしながらここへ来る途中にはぐれてしまったよ。大体ね、その富山君がイケメンかどうかによりますよ。イケメンでないなら無理ね。ここへの地図は渡しておいたのですが、今もって現れないところを見ると迷っているやもしれません。私一度表の方見ていきます。どんな方ですか？無造作な髪で背の高い男だ。無造作な髪で背の高い男、私が気になってる男かもしれない。香取君、ここへ来る途中にそういう男を見かけなかったか？あらら、さすが伊織さん、せっかくみんなを驚かしてやろうと思ってたのに。いつ入ってきたの、キクさん。全然気がつかなかった。怖、かなり実力を持った人なんだろう。まあ、富山弥平君だっけ？ここへ来る途中に背の高い男なんて一人も見かけなかったよ。そうか、なら全員で手分けして富山君を探しに出た方が良いかもしれないな。かたじけない。富山君の捜索をお願いしてもよろしいか？結果の遺憾に関わらず代金はいただくことになる。それでも良いのかな？構いません。あれだけ武芸に長けた富山君に万一のことがあるとも思えぬが、他藩と問題を起こしたのはつい先日のこと、少し気になりますよね。何を起こしたのよ、そこ教えてよ。先彦、家具野郎にいる辰巳君にも声をかけてくれ。うん、分かった。バカバカしい、どうせ地図の見方も分からずにその辺で迷ってるだけだろ。そんな間抜けほっときゃいいっての。俺はもう帰るぜ。陽之助君も相変わらずだね。まあ嫌だと言ってるもんを付き合わせることもないさ。連れてきたよ。うちへ新しく触覚で入る男が行方不明だって？今の連れてきたようが可愛かったね。うん、いや、まだ触覚になると決まったわけじゃない。俺も手伝いましょうか？すまんな相馬君、助かるよ。みんなに探してもらいたい男の名は富山弥平という、とにかく無造作な髪で背が高い男を見かけたら声をかけてくれ。むずすぎない？とにかく無造作な髪って難しいよね。どういう。もし見つけたら下流館まで連れてきていただきたい。それでは何人かに分かれて捜索を開始する。見つからなくとも二刻後に道場へ再集合してくれ。私は誰と行くの？あ、よかったよかった。なんか一番まともな人とで、長谷ってどっかでお食事でもしていたでしょうか？その可能性は低いと思うが。やっぱりそれらしい人は見当たりませんね。やあ、こんにちは。こんにちはこんにちは。うわ、掃除沖田君、彼らがいつも話している下流館の方たちだ。剣客集団新選組の天才と評される、あの。そっちのあなたも下流館の方なのですか？いや、俺は違う。そうなのですか。なんだろうこの人、中村さんのことをずっと興味深く見つけて。中村さん強いんじゃない？あ、今日はみんな揃ってどこかへお出かけかい？やりにくいよね、山並さんもね。こう見えても今仕事中だね。山並さんこそこんなところで何をしてたんだい？ああ、私の塾で使うための備品を探していたのさ。暇そうだった沖田君を誘ってね。塾の方は順調なのですか？ああ、おかげさまで順調だよ。
私たちは今とある人を探しているのですが、無造作な髪型で人並みの中でも目立つほど背が高い人をこの辺で見かけませんでしたか？かなりの長身で巨体という人間です。そんなでかいの？見かけた覚えはないな。あの、人探しなら僕もお手伝いしましょうか？沖田君、君はいいんだ。今日は私に付き合ってくれる約束だっただろ？そうですけど、人探しってかくれんぼみたいで面白いじゃないですか。それでその人を探し出した後はどうするのです？あんた切ると思ってるじゃ切らないよ。やっぱり切るのですか？やっぱりそう言うと思った。別に切ったりする必要はありませんけど。ああ、そうなのですか。沖田君、そろそろ行こうか。じゃあ私たちはこれで、また今度道場の方へ顔を出しますよ。どうやらこの界隈にはいないらしいな。こうなったら個人単位で手分け探しませんか？そうか、では頼んだぞ。だがもしかしたら中村さんの危惧通りのことが起きている可能性もある。くれぐれも用心するのだぞ。任せろよ。え、本当に？どうだ、もう振り切れたか？何この人、すっごい目怖いね。かけっこお疲れ様。でもそろそろ諦めた方がいいんじゃないかな。え、これがあれではないよね、無造作ではないもんね。だから何をしているのあんたは。どうせ惨めに切り殺される運命、無駄なあがきはよしな。ちょっとさ、かっこよくなってるのが腹立たない？ねえ、ちょっとかっこよくなってる。この野郎、こうなったらやめな。あんたじゃ勝てないから。どうしよう、やっぱり見つからない。誰か助けてくれ。ほら、誰か襲われてる。もしかして富山弥平さん？違うと思います。とにかく行ってみなきゃ。あやきとね、モブっていう名前のね、男性だと思うよ、モブ。観念してかかってくるかと思えば、助けを求めるとはね。え、これ大石さん首絞めてんの？自分で自分の、そういう趣味？でも嫌いじゃないよ、そういう無様な姿ってさ。そうだよね、あんたそういうのが好きだもんね。ほんと悪趣味。不定浪士さん、そろそろ俺に切り殺されてくれませんか？ああ、そこのあんた、頼む、助けてくれ。どうかしたんですか？ああ、でかいし無造作だし、私が気になってた男だ。私が気になってた男いました。やっとこれです、これですって言い方もあれだけど、あの男が俺を切ろうとしてるんだ。だから何です？この状況を見ればわかるだろうが。わからないから聞いているんです。俺、頭が悪いですから。あ、声が良すぎる。声が良すぎるよ。私この声優さんが本当に好きで、もう好き、声本当好き。どうしよう、この人攻略します。もう決めた、もう決めました。私はマジかよ、頭悪すぎだよそりゃ。失礼ね、あんた顔が悪いわよ。この時代にビジュアル批判は良くないと思うけど。すみませんが、順を追って説明してください。俺があの男から逃げ切れるように、あの男の足止めをお願いします。てか優しくない？大石切ってないんだよ、この状態で。切ればいいのに。これでどうだ、わかったか？ええ、わかりました。足止めすればいいんですね。ああ、逃げる。あとは頼んだぜ。驚いたね、あんなデタラメな頼みを引き受ける人間がこの世にいるなんてさ。それじゃ俺の頼みも聞いておくれよ。何でしょう？嫌ってすぎるな。さっさとそこをどいてくれる？すみません、それは無理です。俺は今あなたの足止めを頼まれているんで。へえ、じゃあ仕方ないね。名前は何て言うの？
さっきの声は確かこの辺りから。どちらかがさっきの声の主なの？富山弥平です。さよなら、富山弥平君。お、いいぞユタちゃん、戦うんだよこれは。いきなり何をするんですか？危ないじゃないですか。その間に、すごいね。ほんと消せないのかな。ちょっと消す。あ、誰だい？いやだやだ、飛んじゃった、ごめんなさい。ちょっと待って、戻れない。あ、でもそこでじっとしていてください。あ、ここのボタンは早送りなのね。なるほど、ボタンを理解してなさすぎる。なんなのこの人、ほんとよね。変な気配を隠しもせず体中から発散させてる。お、いたいた、富山くん。あれが富山くんか。巨体に似合わず軽快な動きをするな。あの人、なんであんなところに乗っかってんの？なるほど、かなり大きな体だ。キクさんが見えません。そりゃそうだよね、だってこれいたらね、バレちゃうもんね。さっき休養を思い出したと言って帰っていった。そうなんですか。何なのかなあんたたち。正直うざったいんだけど。ねえ、俺先に道場へ帰ってるから。そっか、殺意とか怖いんだもんね。それじゃ。本当に臆病なんだから。俺は中村半次郎、薩摩藩士だ。君と富山君の間に何があったか知らぬが、彼に非があったのなら俺からも謝ろう。だから何とか剣を収めてもらえないか。中村さんね。で、そっちの方々は？彼らは皆俺の道場の者たちだ。俺はその道場の主、伊織だ。へえ、道場か。その道場はどこにあるんです？島原にある下流館という道場だ。教えない方がいいよ、なんか刃物持ってくるよこの人。まだ剣を収める気にはならんのか？ああ、さすがにこれだけ大勢だと相手するのも大変そうだな。なんなら腕ずくでもいいんだぜ。それは怖いな。ま、今日のところは刀を収めておくとしようか。俺は相馬はじめ、下流館の触覚です。失礼でなければあなたの名前を教えていただけませんか？俺は新選組の大石桑次郎。下流館という道場、随分面白そうな場所のようだ。そのうち顔を出させてもらうよ。ああ、分かった。あ、そうだ、お前。お前って誰？私？そう、お前だよ。お前、俺が富山ってやつを切ろうとした時、俺に切りかかろうとしなかった？お前、しょうがないじゃないそんなのは。やるね。うん、何なの？もう少し反応が遅かったら。それじゃ。いやだ、ちょっと待って。大石の好感度上がっちゃったんじゃない？いらない、いらない。大丈夫か？いや、彼な、ちょっと。いや、その恋というか恋愛的ルート入った時にどういう反応を示してくるのか気にはなるけど、正確にな、ありじゃない？ちょっとね、本気だったかどうか分かりませんけど、殺意は確実になりました。危ねえ野郎だぜ。本当だよね。しかし腕はかなり立ちそうな男だ。ええ、先ほど見せた居合も見事でしたな。いかなる時も気を抜くな。よく見極めていれば相手が本気でないことぐらい分かったはずだ。何、責めないでよ。私を責めないで、私のことを心配するだけでいいよ。伊織さん、それはあまりにも彼女に対して厳しすぎる。中村さん、あなたさすがです。もう中村さんについていきたいんだけど。俺はこいつの師匠だ。弟子の教育のことに口出しは無用。大変だな君も。本当よね。
富山君の件で君には迷惑をかけてしまったようだ。いいんですけど。富山君、いい加減もう降りてきなさい。はい。私は富山君が気になってしょうがないんだけど。え、顔良くないですか。好き好き。富山君も好き好きって。彼女に謝りなさい。いいのよ、全然謝らなくて大丈夫。すみません。本当もう大丈夫大丈夫。改めて紹介させてほしい。彼が先ほど話した富山弥平君だ。伊織さん、先ほどの件、前向きに考えてもらえぬだろうか。困ったな。誰かと相部屋にしてもらえるなら話は別だな。はい、私俺は絶対嫌だからな。何が悲しくて男と一緒に寝なきゃならねえんだよ。あ、そうですか。だから私俺も遠慮させてもらおう。何みんな冷たいわね。私そうか。もちろん俺も男と寝起きなどごめん被りたいわけだが。なんかみんな冷たいわね。何、いいじゃない、これルックスいいわよ。あんたたちよりルックスだよ。では彼の身の置き場が決まるまででも構いません。だから私、それまでの間だけでも彼を置いてくれまいか。うん、仕方がない。少しの間だけならば俺の部屋を提供しよう。ショック、私じゃない。富山君の次の落ち着き先も見つけられるよう努力しよう。いやダメよ、富山君はもううちにいなきゃダメよ。何言ってんのよ。それはありがたい、はあ、富山君もお礼を言いなさい。ありがとうございます。富山君、おめえミキって言ったよな。ええー、今日は休みか。新八さんなんか若返ってるめっちゃ若くない？なんか。はい、今日はお休みをいただいておりますが。お、そりゃいいぜ。佐野さんもなんか若返ってるなんかもうちょっとおじさんだったよね。俺らも今日は休みなんだけどよ、一緒に飲みに行かねえか。ありがとうございます。僕でよろしければ。やめなよ。ぜひご一緒させてください。絡まれるよあんたたち。おう、そうと決まりゃ早速出発だ。知らないのかしら。まだね。そういやおめえ伊藤の弟なんだって。はい、兄とは違ってふつつか者ですがよろしくお願いします。髪色も兄とは全然違うもんね。今日はいい酒飲める店に連れてってやっから楽しみにしてな。はい、嬉しいです。それじゃそろそろ。お二人ともこの辺りには詳しいのですか。まあな、巡察の時にも来るし覚えといた方がいいぜ。なるほど。お二人が酒場へ頻繁に足を運ぶのはそういった理由もあったんですね。佐野の言葉を真に受けてんじゃねえよ。そいつは理由じゃなくて口実ってんだよ。新八、人の言うことにケチつけてんじゃねえぞ。お、あの店だ。我々が江戸より来たからには新選組は安泰。ほらもう終わった。上位のため帝のため、共に力を合わせて戦いましょう。こりゃミキに酒を飲ませたな、失敗だったな。まったくです。このような酒癖では人柄を疑われてしまいます。そりゃおめえもだ。長倉さん、原田さん、素晴らしき美酒を堪能させていただき万感の思いです。いや絶対おめえ悪酔いしてっからよ、そろそろ切り上げた方がいいぜ。そうですか、残念ですが酒の席はさっと切り上げるのが良いかもしれません。今日は良い店を教えてもらったお礼に感情は僕が持ちましょう。へえ、いいのかい。男に二言はありません。そっか、じゃあ先に失礼させてもらうわ。おい佐野、行くぞ。ありがとうございます。それでは失礼いたします。それでは僕もそろそろお金持ってんのかしら。財布がない、どこへ行った。これでは勘定を払えぬではないか。誰かおらぬか。誰でもよい、酒代を用立ててはもらえぬか。国事に尽くす新選組三木三郎の願いだ。喜んで用立てようという者はおらんのか。いないよ。
そこの君、君は喜んで用立ててくれるな。ダメだよ、絶対ダメ。用立てる？俺があなたの飲み代を払えばいいんですか？その通り。さあ、店主に金を渡してくれたまえ。ふざけんな、三木三郎、お前こんな野郎。ダメだよ。わかりました。ちょっとこれで足りますか？いいんですか、いい兄さん。何がですか？いや、まあこっちは払ってもらえるなら何だっていいんですけどね。その志に感謝しよう。君の名は何という？富山弥平です。富山弥平か、良い名だ。それではこれにて失礼。さようなら。お客さん、本当によろしかったんですか？そう。ちょっと。そうか、昨日はそんなことがあったのか。彼を一人で動かしちゃダメ。確かに大石君は少し変わったところがあると思っていたが。大石さんはいつ頃新選組入隊したんですか？大石君は伊藤君や美希君と同時期の入隊だよ。富山君は俺の見る限り剣の腕も申し分ないし、あの巨体で軽快に動き回れる俊敏さもある。新選組の大使というのは彼にとっても良い働き口のように思うんだが、どうだろうか？やめて、彼を新選組に入れるのはやめよ。その富山君を新選組にかい？話を聞く限りでは有望な人材のようだが、入隊となれば私の一存で決めるわけにはいかない。近藤さんや土方君と相談してからでなければ、とりあえず富山君には一度新選組へ面接に来てもらおうか。ただ富山君が薩摩出身というのが少し気にかかる。ご存知の通り新選組と薩摩の関係は良好とは言い難いからね。ところで富山君は今どこにいるのかな？今外へ食事に出ている。もうそろそろ戻ると思うが。よかった、戻ってこれた。よかった。ただいま戻りました。富山君、君に朗報だ。今からこの山並さんについて面接へ出向いてくれ。面接ですか？はじめまして、私は新選組の山並圭介だ。局長以下幹部たちの同意が得られたならば君を大使として迎え入れよう。はあ、大使としてですか？事情を説明するのに誰かこちらのものをつけた方がいいだろう。そうだね。じゃあ君がついてきてくれるか？行きます行きます。あ、お願いできるかな？行こう行こう、ノリノリで行こう。今までは危険すぎて近づかなかった新選組の豚少年を確かめる機会かもしれない。行きます。それじゃあ行こうか。お帰りなさい、山並さん。後ろのお二方はお客様ですか？ちょっと待って前作主人公じゃん、前作ヨタちゃん。あの声が高い、てかジョシジョシしてる。びっくり誰？はい、ということでね、ちょっと新選組の豚少年に来たのでこれで終わろうかなと思います。いや、なんでしょうね、富山くんちょっといい、なんだろう、なんかバカなのかな。なんかバカすぎて心配になっちゃう。ああいうの私ほっとけないタイプなのよ。しかも顔いいし、今後の富山くんに期待ですね。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。